ウエノスアイレスのクレーリッチホテルで1965年に開催されたイバ会議のポスター。国際バーテンダー協会は1951年2月24日にイギリスの陶器にあるグランドホテルの大広間で創設された世界で最高のバーテンダーを代表する国際組織である。イバは年次イベントとしてワールドカクテルチャンピオンシップを開催しており、 クラシック語部門とフレア部門に分かれて協議される。また、今は公式カクテルのリストを制定している。毎年、WCC は加盟国持ち回りで開催される。例えば、2006年は10月6日から7日にかけて、第32回、WCC がギリシャのハルキディキにあるミリトンポルトカラスホテルで開催された。イバのカクテルレシピでは、 一般的に使用されているミリリットルではなくセンチリットルが使用される。なお、1929年に設立した日本バーテンダー協会は、1959年、アジア地域では最も早くイバに加盟している。ありがとうございます。